1分でわかる西村健太の生涯。西村健太は、破滅的私小説の伝統を受け継いだ現代作家です。東京都に生まれます。父親が事件を起こし逮捕されます。その事件が強姦だと知り、ショックで不登校。高校に通わず、一人暮らし。日雇い労働で生計を立てます。太宰の墓前で自殺した田中秀光に傾倒。暴行事件を起こします。その経験から、作家藤沢製造に陶酔。毎月石川県まで墓参りします。同人誌に小説を掲載。汚れなき酒のヘドが文学界に転載されます。以後、自身の体験を小説化した破滅的でエネルギッシュな作品を発表。区域列車で芥川賞受賞。藤沢製造根津権現裏を復刊させます。心疾患で急逝。西村健太の作品は現在も多くの読者に読み継がれています。